次が、はいこれ、リュックを前に持って階段降りると巨乳の気分が味わえたよ。めっちゃわかる。私これ猫を抱えて階段を降りた時にそれを感じた。下見えねえのデカ猫抱えて降りる時にちょうどこの辺りね。だから猫だからもうこの辺りでこうやって降りてっから下見えねえ、怖い。これって巨乳の気持ちなんじゃってなった猫なっちゃん抱いて歩いてる。あのだから出て考えると巨乳マジで怖いと思うよ。マジで下見えなくてなんかねめっちゃこうやってこうしながら降りたんだけど、でそう考えたらやっぱ巨乳なことってリスクしかないのかもしれないっすね。巨乳ってもしかして危機感持った方がいい見て見えちゃったな、こっち側のどれくらいから見えにくくなるんだろう。わかんないけど、だって猫抱いても言うてこれぐらいだから、え、これぐらいってなんぼ。でもそしてこれぐらいだと思うんだよね。あのちょ横向かないとわかんないから、ちょっとそのね、猫持つとこれぐらいの、もうそしてこんなんやんな、そしてこんなんやんなって言ってんのマジでなんなんそし友達のおっぱいの大きさを手ですってストーンって言ったやつ誰だお前。おいストーンって言ったやついたな。誰のおっぱいがストーンだよ。全然ストーンじゃねえよ。見ろここちょっと、ここのあの何あの外何上着部分がちょっとこう湾曲してるだろ。つまり場合によってはここまでおっぱいが広がる時があるってことだから、身長と一緒でね、コンディションによって大きさ違うからね。それただの服のシワバラバラ。おい勝手に分かった気になんなよ。俺にしか分かんねえことだから。あのパンプアップと一緒で筋肉ってさ、なんかやなんか言うごめん全然知らねえ知識で言うけど、なんかちょっとやった後大きくなるじゃん。おっぱいも一緒だよ。で配信前にわざわざちっちゃくしてきてっかんね、みんなの。でもいいわこの話いいこの話いらない。そういえばさ、この前さ服をね見てたの。オンラインね、服をね見てたの。オンラインの悪いところって実際に着れないところで、モデルの子は胸があってワンピース見てたの。ここにちゃんと何なんギャザーなんて言うんだろう、なんか胸の下が締まっててキュッてなってて、胸あるから、この子は胸があるから可愛いのか胸がなくても可愛いのかが分かんなくて、それをずっと言ってたら、あの友達かっこ巨乳が大変そうって言ってて、はってなった。言わなかったけど、普通にはすぎてはってなった。今何についてこいつ大変そうって言ったんだと思って、俺エンタメにできなくてその時何も言わなかったけど、何を今私同情されたんだと思って、危うくファイってなるとこだった。誰が大変そうだよ。別に大変じゃないわ。よくある話やんな。なんかこの服身長低くても似合うかなみたいな、誰にでもある自分の体型とモデルさんとの違いの話であって、別にこれ胸だから発生する話じゃねえけどね。だからこそ巨乳だってあるじゃん。巨乳だってこの服巨乳でも似合うかなみたいなおこがましい悩みがあるわけじゃん。俺許せねえよ。別に貧乳特有の悩みじゃねえから、別に俺だけの悩みじゃないこんなの、っていう話でした。